皆さんこんにちは、キスケです。本日は髪の毛パーティー使っていこうと思うんですけど、上3体で戦っていこうと思います。で、なんで上3体で戦っていくのかっていうと、何もさせないことができるんじゃないかっていうことで、ちょっと試しに使ってみようかなっていうことです。で、どういうことなのかっていうと、まずベジータブルーは究極アーツで交代禁止があるんで、落としたい敵を落とすことができるんですよ。で、破壊神トッポは、場に出ると2カウント、延長できます。待機カウントを付与できるということで、弱点もしくは落としたい敵をライジングとか救急ガーズで落としきることができるキャラクターなんですよね。で、ウルトラ海洋剣悟空に関しては、時間稼ぎができると。もうコンボずっと止まらんから、これで待機カウント自分の稼いで、交代禁止でしっかり落としきっていくって立ち回りをしていこうかなと思います。黄緑染め流行ってるよね。で、バドスのところが破壊神トッポになったっていう形になります。ただこっちの方が結構攻撃的なこう立ち回りができるんじゃないかなと思って、ちょっとやっていこうと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしました。対戦やっていきましょう。上3体で戦っていきます。お願いします。よく言えば何もさせずに勝ちたいところではあるんやけど、刺さるところで叱るべきタイミングで、カウント付与交代禁止が刺さってくれれば、このパーティーを作った甲斐はあるのかなっていう、印象ではあるんですが、海外勢か。長いな。ナウローディング、ほんまにロードしてるこれ。大丈夫？おっそ。おっそ。これ海外同士でマッチングしてもこいつ遅いやろ。地下労働してんじゃないのこの人。もしかして。カイジみてえに。5ヶ月ぶりの地上でしょ今。マジかよ。いいの？レジェンズに時間使って。お願いします。はい。OK。翔平、へい。あ、そっちなんや。紫じゃね、普通。常識は通用しないタイプか。はい、鼻くそ。鼻くそ飛ばしといて。OK。いい。で、こっちなんや。なんだこいつ。わけわからんねんけど。どういう、なんでなんこれ。はい、ラグすぎマジでビビるわ。やべえこいつ、色が見えてないかもしれない。色が見えてないかもしれない。マジでガチな方で、ここでチェンジアビリティ使うんや。よくわかんねえな。回避読みか。ラグすぎ、わろたマジ。早すぎ、わろた、マジで。だる。ライジング読め。読んじゃえ、こういうやつは。読んで分からせろ。ダメか。こういう人とマッチングせんようにできるんじゃないのかな。無理なんかな。できるならやってるか。技術的に無理なんでしょうね。早すぎる2対3。よし。はい。これマジ出てくるぞ。これマジ。おお、さすがに。なんやそれ。さすがに紫出さない。マジ。一瞬出てくると思ったよ、正直。出してもおかしくない。ラグすぎて、おっつ。ブースト無理やな、これ。ブースト無理や。地下に住んでるわ。吹き飛べ、バカが。
寝るだけ。よし、まあ予約やと思ったわ。ありがたい。ちょっと遅れてもまあ合わすべきやね。はい、通常で返して、おそらく、おお、変えてくれ。あ、変えてくるんや。はい、よいしょ、ナイス。これはもろたでしょう。さあラスト、バニシング奪っちゃえば勝ちでしょう。はい、通常、マジかよ、もうよくわからん、マジでマジでよくわからん、どういうことどういうこと、なんで回避入ってないのこれ、やばいんやけど。ライジングでいいわ、めんどくせえから。回線弱者が頼むぞって言ったらよくないね。うん、神様見てるね、だるすぎ。めんどくせえ。あれ、マジで入らへん、回避がよくわからん。こっから長引くとは思わんかったわ。はい、あざす、さよなら、一生会わないことを願いますさあマッチングしました。赤紫染めじゃなくて赤青紫染めですね。対戦やっていきましょう。まあさっきの試合は、交代禁止の救急加圧がウルトラ海洋圏に刺さったっていう感じではあるんですが、もうラグすぎてそれどころじゃなかったわ。うん、まあでも相手見た感じ日本人やけど、中距離打撃ボットっていう凄まじく恐ろしい名前をしてるからどないしようかなっていう感じ。ほい、入る、 OK。 これは海洋拳じゃない、こっちでダメージ稼いでいこう。痛いね、あれやべ、外そうと思ったのに最悪。お前中距離打撃する気かマジやめてや、怖すぎ、恐ろしいわ、名前で圧かけてくるタイプやな。ダーン、あーこれ必殺技もう一枚持ってそう、怖っ、さすがに落とされたくない。はい、あざーす、よーし、これがしたかったのよ、さっきも。ライジング。さあ、紫落とせたんで、もう緑自由よ。うん。もうやりたい放題。なんだってできる。さあ、交代禁止。お疲れ。あ、なんか今のおかしくなかった？さあ残り1体、これは楽ちん。ただ半身崩壊が体力満タン、合わせてよいしょー、粘っていく、これで勝ちかな。削りきれる、うーん微妙、あいけるね、よしよし、外した。さあマッチングしました、神抜きお願いします。前3体確定ではないか、ロゼもフラグメントついてるね。ただまあ大丈夫でしょう。縛ってポン、縛ってポン、これでよし、対戦お願いします。さあ行くで、ほい、射撃アーツ打ってきそうやな、ほい、よいしょ、速圧速圧か、いや長いんだよなこれまた。お、終わったか、意外と。ほい、あれ回避使っちゃったよ
マジかよ。くらえ、貫け。これでダメージ稼ごう。ほい、待機カウント短縮が、短縮じゃない、待機カウント付与があるからマジ強いよね。ほいほい、ソークアーツだよ。お返し。前に進めない。前に進めない、辛すぎ。あれマジ、なんなんこいつ、マジ気持ち悪いな。どういうことやねん。はい、よし、さあ残り2体。コンボ長尾くんがなくなったのはありがたいね。ああ、なんかずらそうと思ったけどずっと即圧やね。即圧っていうか今のはまあちょっと違うけど、素直に回避でよかったか。特殊圧使ってないよね、ですよね。バレバレ、吹き飛べ。はい、皆さんお疲れ様でした。本日は、髪の毛パーティー使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。だいぶ良かったんじゃないかなって思います。まあ縛って破壊神突破で火力稼いだりとか、ウルトラ海洋圏で時間稼いだりとか、まあいろいろできるパーティーではあるんで、まあ、なかなか使い勝手が良いパーティーだと思うんで、まあ、気になる方は使ってみてください。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。